はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは、本日はアクザップ。あら、はい、来ましたね。さあ、ザップザップと、はい、ね、黒ザップ以外使ってますけど、ホイホイ持っちゃうザップシリーズいや、まあ、結局ザップかい。ヤグラザップとかって言ってますけどホイホイ持っちゃうザップチャンネルだから。うん、いやでも赤ザップとかはなんかちょこちょこ見てたイメージはありますけど、まあいるしね。うん、まあ今、まあ、まあでもまあ弱いと思う正直あんまいい評判聞かないから。まあ弱いってか、これより強い武器がたくさんあるスプラトゥーンは。はい、あの一回僕らであれですよね、西澤君赤ザップ、うん、僕が寿司別中であのどっちの方がマルチミサイル、そんなやったね。そんなよく覚えてるね。はい、意外と私ね、あの自分がやったやつちゃんと覚えてますから、うん。まあ、それでもやっぱ寿司ベッチュの方が俺強いと思ってるからね。ちょっと先言っちゃうの悪いけど。いや、寿司ベの方強いと思う、俺も。使う前に言うなよって話ですけど。まあでも寿司ベの方がちょっとだけ射程短いか。そうだね、ザクのちょい長。うん、ちょい長だしね。本格っていうね。うん、まあ、塗りも強いはずなんで、うん、そこら辺も含めつつ、お願いします。はい。はい、箱フグ。はーい。さあ、箱フグエリアでございます。オッケー。こちらの方での、ほい。アホイやら、ほい。お、さあ、相手にはもみじ。で、あれですね、アーマー2枚。ちょっとこれは戦いづらそうですね。そしたら、こっち側、攻め手はこっちの方が多いですね。一人今、後ろ行ったね、多分。お、これね、見るよね、多分。しっかり見て。あ、そっち行ったの。さあ、ニオチ&イチヨチ。見えている。さあ、塗りで下げて。あ、これボム。ナイスだ。うぇ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 そんな無茶は許しません。ペペット。なんでやられた？なんかやられてる。ナイスやってる。あ、ミサイル溜まってる。ミサイル入れている。ナイスですね。抑え続けているよ。いいよ。ここは一回塗りが入るかな。ザップ力出てるね。さあ、耐えてはいいが、より広げしてあげたいね。そうですね、右翼左翼どちらも大きく動かせるようにしていた方が入れると良い。さあ、あんま来たんで、はい、うん、いいですよ。あんまされたらそれをミサイルで剥がして、ああ、メインでやる。もう一人いたんだけどな、痛い怒られたくねえわ。いや、ごめん。ラッキー、感謝、おかげー。うわー、いいジェッパ入っとるよー。それ濡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 れ、最高だ。で、右なんかいるから右やりに行けばいいし、こういうね、爆発力があるからジェッパやめられない。さあ、バレたかな。相手時間ねえから、まあちょっと無茶しに来るか。で、あの注意力が散漫になるはず。塗り塗り塗り。さあ、ああ終わりだ。おいおい、引いたら終わるよ。おい、なになになに、引いたら終わるよ今の試合敵。いや、そうだけど、ね、いや、でも引いてったもん今。引いたら終わるって時間ないから、下がらせるぐらいは許してやって相手にでも行かないと負けなんだよ。いや、そうだよ、そうだけど、もうやめてくれって下がってるから。はい、ハコフグ、えい、しようか。ここそうでございますね。はい、さあ、よいしょ、ハトミグサーカでな。はい、なるほど。はいはいはい。あ、ローラーローラー、じゃあローラーローラー、ローラーダイナモローラー、はい、でございまして、さあ、ローラーいっぱいですね。なんかローラーが今流行ってるんでしょうか。なんか左にいるよ、バケがいるね。あら、見えなかったかな、うん、これはいきなり持ってかれたけど、多いね。繰り返して、さあ、ここで一旦戻ります。さあ、ここで押さえておければかなりでかい。いいよ、見去っちゃって、それはやばいんじゃねえか。うーん、い
いね、ナイス着地。着地を履ければ着地はもう完璧です。素晴らしい功績。ミサイル入れますか。さあ。じゃあ、ナイスですよ。見えねえ。わ、しっかり、押さえていいですね。そして、ナイス、エリア確保。さあ、でございますが、繰り返します。そして、戻ります。さあ、回って左。いいよ、エリア確保は続いている。で、いいね。3以上入れたいよね、やっぱね。そうなるよね。ですが、戻られてしまう。さあ、塗れるか。さあ、打って、9回って、いいですね。この、ローラーをしっかり取る。そして、バケツもやりたったけど、バグってはいたんですが、ナイス。ミサイル、とおーして、いい、いいよ、今の空中戦。あれができるとね、相手の戦意もだいぶそげるよ、すんよって。なんかいますね。ナイスナイスナイス。抑え込むだけでいい。ここのね、塗り返してあげるだけで全然違うからね。うん。これだけで入れねえか。ローラーって。いるしなーってなんで。そう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 。そこに執着してると結局時間だけが過ぎていくと。そしてリードいいですね。ナイスリード。さすがに諦めましたね相手。どうだ、一旦真ん中戻ってましたよ。さあ、そしたら入っちゃうんですね。いいね、アグレッシブ味方。アグレッシブが過ぎるよそれは。さあ、そこの着地はなんと下がってしまうんですね。裏行ったかな。まあ、見ときましょう。8、7と。さあ、もう時間もない。無理くり塗りに行きますが、無理くりだと塗れないんですね。ローラー、ローラーはちょっときついね。きつい。あれ、大御所。大御所先だ。きついな。ローラー、ローラーはちょっときついな。あんまちょっと今良くないよな。ローラー2つは。あ、素晴らしい。まあいいでしょう。厳しいでしょう。素晴らしい。はい、ハコフグ倉庫。はい、さあ行きましょうか。ハコフグのエリアでございますね、うん、はい。さあここで、おっとおっと、まずいね。あたに銀モデ、まずいね。さあ、銀モデ5つのこの戦い、どういった結果を招くのか。ちょっとね、こうグイグイっとこう倒しに行けるっていう武器があっちよりも少ない可能性がなきにしもあらず。さあこれ、塗りを出さない後ろ取りからの釣り抜けた。これ無理だ。で、見つかった。さあ、残ってるのは疑問で。さあ、押し込まれて、一旦これは相手が全押し取ってきましたね。さあ、そうなりますと、ここは見ておきますよ。さあ、そして左側。つるっと取って、いいよ。あ、リアルどこだ。いいや、確保。あ、分かってんのか。ああ、いいですね。ミサイルで場所は分かった。さあ、そしたら、まあ、ここちょっとラインを止めるの難しいんですけど。ミサイル入れて、入りたいタイミングで降ってくるミサイルが一番嫌だ。せっかく外に出ようと思った時にね、雨降ってたらいいですもんね。そっとしな。今から打開するぞのこのタイミングでのミサイル。キープしてくれれば右から刺せるかな。そうですね、リードも取って、さあ一本スマイル、ナイス、素晴らしい。さあこうなるともう相手は無茶しないといけない。ああナイスですね、いいカバーだ。さあですが、どうだ、止まるか。ああ止まんないね。さあここは相手打開しっかりしてきましたね。根性で塗ってまいりました。右刺さるんじゃないかなこれ。さあ、あ、いねえか誰も。あ、今度左やられてる。ペペペペペ、ナイス。さあちょっとここは分かんなくなってきましたね。
あまり安定した状態とは言い難い。あ、でこれ塗れるね。ミサイルでかいね。このミサイルによって、あ、ピシ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 、いいですね。しっかり止めてます。さあ右側降りてもそれも見ていますね。さあだからミサイルの雨あられ。うん。これはめんどくさい。このミサイルはめんどくさい。さあですがやはり赤ザップ。気づいてないね。さあ残したことによって飛んできてしまった。これはまずい。いやーだる。無理かな。ただだるい状態が続いております。ああ、ですが倒せんのか。はいよ。右を崩しに行きたいね。さあ崩れんのかこの右。外だ。お、崩すもう前に、うん、勝利。いいですね。いいじゃないですか。これだいぶカーリングボンピッチャー効いたんじゃない？いや。カーリングボンピッチャーが効いた可能性があるんじゃない？いや、はいみたいなテンションです。はい、ハコフグ倉庫にてキャッシュ。はい、行きましょうか。はい。さあ今日の集大成を集中して見せる試合、それが今日の週。今回は赤ザップでのエリア見ていきましょうか。さあこちら側ノバ別注にローラーがいる感じ。あっちはノバカスタム、ノバネオに、ローラーがいる感じ。はい。左に伸ば引かせて、さあ左利かせたが相手若葉がいるのでちょっとこのねアーマーつけられた時が心配。さあ脱がしてナイスって、おナイスナイスナイス。さあここで2枚やって2枚の位置もミサイルでバレる。そうすることによって味方も詰めやすい。後ろから来るんだよね、これ後ろから来るから。もう一旦戻る。さあいいですよ、いいタイミング。あ、すごいのか。さあですがお風呂の中腹にいる。ナイス。これが邪魔だ。あ、ノバもら。わあ、さあそしたら右側のノバはやれるか。ナイスナイスナイス。あの。さしかし。あ、帰ってきちゃった。帰ってきちゃったか。ねえ、相手方若葉をお風呂がいるので無理は早い。リッターを帰ってくるか、そりゃ。そしたらやれてない。うお、ぶね。ノバ危ないですね。ノバがいる、ノバがいる、ノバがいる。回収が、はい、左入れて。さあ、ミサイルで下がらなきゃいけない相手に対して、詰めていきたいところ、うん、最中。まあ、やれるでしょう。ラインをね、上げた方がいいんですよ、人数多いときは。もったいない ね、 ね、うん。ノバローラーですからね。そう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 。ラインを下げられたら終わりですね。ここら辺のね、その、駆け引きっていうのこれが難しいんですが、挟んでほしいよ。え、ちょっと待って、腕、腕もう。ああ、ぐるっと。ヨガやらないと、ヨガ。腕ヨガしとかないと、急旋回には。これも今、人数ちょっと有利ついてるから、もう右押せればいいんだけど。そうですね。ここで一歩右を行けたら、すごく楽になるんですが、ただまあ、状況把握っていうのもね、またそれも、ねえ。能力の一つですね。左入れちゃダメだもんね、ここちなみに。入ってるけど。あ、で、一発サイズ。さあ、しぶとい、しぶといぞ。しぶといぞ。ナイス、やって。もう止めるそれ。手前2人だ。濡れます。ナイスですね。もう1人ローラーいる。あ、で、一発サイズ。あー、もう、あー、ナイス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 。さあ、無理くり来ましたか、相手。ここは抑えきれず、断点落ち。おー、それ投げさせちゃダメだ。右からさっきからノバ降りてるから、多分右ノバ降りてくると思う。あー、でも死んでるか。うん。やりそうですね。相手のバリアブルはなんと無印なんですが。無印は右遅そうだな、これ。そう。無印は。あー、でも、そんなもんか。相手だいぶきつくなってきた。はい。さあ、これはいい。もうあとは押してもいいし塗ってもいいし、うん、勝ちですね。あら、いいじゃないですか。あら、いいじゃないですか。はいはい、素晴らしい。そうね、いや西沢の画面いつも見てるからさ、うん、パッとわかるのよ、あのマップ見るし、うん、やっぱりね、そのタイミングと重要ね。
ライン上げるとか、そうだね、うん、そういうところをね培うのも大事です。うん、素晴らしい。はい、というわけで、はい、今回赤ザップになりましたね、うん、はい、まあ、ザップの兄弟でございますけど、はい、まあ、ファミザップに続いて、うん、使ってみたけども、うん、まあやっぱ強くはないな。ファミと比べたら、あ、ファミよりはマシかな。ファミよりはマシかな。ミサイルとかのがまだこうちょっとこうゲームメイク力がある。うん、今環境的にもミサイルだいぶ強いから、うんうんうん、まあミサイルはすごく良かった。ロボムがちょっと使いづらいな。ああ、うん、そうね。ただそのミサイルいい武器いっぱいあるじゃん。まあそうなんだよね、使えていい武器、うん、本当にあのスピナー系使えるなら、うん、マジ赤ザップいらないんだまあ塗りも強ければ、うん、距離もあるし、うん、うん、キルタイムも出るし、そうかそう、うん、うまければ前も出れる武器だから スピナー系は。そうなんだよね、まあ、ちょっと不遇だよね、うん、不遇な位置にあるけど、まあまあまあ前回同様ちょっとこう使うと楽しいザップではもちろんありますから、まあ機動性はあるから、はい、うん、そのスピナー系使えなくて、うん、まあシューターでミサイル持ちたいっていう時はまあこれになるかなっていう感じだね。なるほど、うん、もちろん選択肢もありますので、ぜひ皆さんも、うん、赤ザップ使ってみてください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。